今回は武道に共通する力の出し方です。力の出し方といっても解剖学的な難しいものではなくて、今回はこの丹田、へそから三寸下の力が出る丹田というのを意識しましょう。これはですね、例えば突きを突く時などでも、足から要は手に力を伝えますね。その時に足からこの腰を中心に力を出していきます。足からこの腰を中心に出しますね。フックの時も同じです。腰を中心に足から力を、力の線をですね、作って打っていきます。これがこう力の線が外れてしまうと力が出ないですね。同じように柔道でも、こっちから入った時に丹田と足から手先までは線がつながります。腕相撲でも同じですね。足からへそ、手から肘から手にかけて、この力のラインがしっかり向いていると、手を使わなくても腰を切ることで力が入ります。これもパンチと同じで、こういうふうに引っ張ったりこうしてもダメですね。同じように蹴りも常にこの丹田を意識して蹴ります。丹田を打って蹴る、丹田を打って蹴る、常に丹田がまっすぐ向いていると相手に倒されにくいし力が入ります。丹田のラインが崩れてしまうと頭が揺れたりとか、力が入らないようにしちゃいますね。腹の下に常に力を入れて、突きや蹴りを出したり踏むことを意識してみてください。今まで楽に力が入って倒されていただきます。今日は正加丹田の力のラインの作り方でした。皆さんもやってみてください。おっす。